生まれ変わっても迎えに行く、平野翔の言葉に隠された真実とは岸優ユタが泣いた理由点々ドット飛べ夏休み第4話で明かされた衝撃の事実。夏のある輝かしい日、平野翔、岩ユ太タ、神宮寺ユ太タの3人が新たな冒険に挑むために集まった。彼らの絆は時間を超えて続くものであり、それがまた証明される瞬間が訪れた。 夏休み第4話で平野翔が語った心からの言葉は、ファンの心を震わせ、彼らの友情の深さを再確認させた。生まれ変わっても迎えに行くから、このシンプルな言葉には、計り知れない思いが込められている。翔の言葉に岸優太が即座に、やめて、と返すシーンは、感動と微笑ましさが同居する瞬間だった。これはまるでプロポーズのようなもので、友情の絆が深く根付いていることを示していた。 彼らの友情は、まるで家族のように強く、固く結ばれている。その夏、彼らはスカイダイビングに挑戦することになった。騎士はスカイダイビングを恐れていたが、ショーと神宮寺はどうにかして彼をその場に引きずり込んだ。彼らはスタッフと共謀して騎士を罰ゲームに参加させる計画を立て、その結果、三人は一緒に空を飛ぶことになった。スカイダイビングの直前、 生が騎士に生まれ変わっても迎えに行くからと語りかけた。その言葉は騎士の恐怖心を和らげると同時に彼らの友情の強さを象徴するものだった。騎士は最初は恐れていたが最終的には仲間と共にその瞬間を共有し彼らの絆はさらに深まった。彼らの絆は特別な瞬間だけでなく日常の中でも輝きを放っている。例えば、 神宮寺が空を飛んでいる写真を公開したり、彼らがプライベートでもお互いを支え合っている姿を見ると、彼らの友情がいかに強いかがよくわかる。プライベートな瞬間でも、彼らはお互いを気遣い、励まし合う。特に騎士がスカイダイビングを恐れていた時、章と神宮寺は彼を勇気づけ、支える姿が印象的だった。また、彼らの友情はただの友人関係を超えたものである。 例えば、騎士が何か困難に直面した時、ショーと神宮寺はいつも彼を支え、助けようとする。彼らはただの仲間ではなく、まるで兄弟のようにお互いを大切にしているのだ。このような関係性は、ファンにとっても大きな感動を呼び起こす。章が生まれ変わっても迎えに行くから、と言った時、彼の言葉には深い意味が込められていた。それは、たとえ何度生まれ変わっても、 彼らの友情が永遠に続くという強い決意を表している。その言葉を聞いた騎士もきっと心の中で大きな安心感を感じたことだろう。彼らの友情は単なる言葉ではなく行動によって証明されている。三人が一緒に過ごす時間はいつも特別であり楽しいものである。例えば彼らが一緒に遊びに行くときや何か新しいことに挑戦するとき。 彼らの間にはいつも笑いが絶えない。彼らはお互いの存在を心から楽しみ尊重している。これは彼らの友情が本物であることを示している。また彼らの友情はファンにとっても大きな励みとなっている。彼らの絆を見ることで多くの人々が希望や勇気を感じることができる。彼らの友情はまるで光のように周りの人々を照らし温かさをもたらす。 小、騎士、神宮寺の三人は、これからもずっと一緒に歩んでいくだろう。彼らの友情は時間を超えて続き、未来に向かっても変わることはない。彼らの絆は、まるでダイヤモンドのように固く、輝きを放ち続ける。彼らの物語は、ただの偶然の出会いから始まったものではなく、長い年月をかけて築かれたものである。彼らはお互いを知り、理解し、尊重し合うことで、 この強い絆を築き上げてきた。その過程は決して簡単なものではなかったが、彼らはその全てを乗り越えてきた。彼らの友情は、これからも多くの人々に感動を与え続けるだろう。彼らの物語は、友情の美しさと強さを示すものであり、それは決して色あせることはない。彼らの絆は、まるで永遠のように、これからも続いていく。今後も、彼らの冒険は続く。 彼らがどのような困難に直面しても、どのような挑戦に挑んでも、彼らの友情はそれを乗り越える力を持っている。彼らの絆は、まるで不滅のように強く、輝きを放ち続けるだろう。このように、平野章、岩優太神宮寺優太の三人の物語は、友情の素晴らしさを象徴するものである。彼らの絆は、時間を超えて続き、未来に向かっても変わることはない。 彼らの友情は、まるでダイヤモンドのように固く、輝きを放ち続ける。彼らの物語を見ていると、私たちもまた、自分の周りの人々との関係を大切にしようと思わずにはいられない。彼らの友情は、私たちにとっても大きな励みとなり、希望を与えてくれる。これからも、彼らの物語は、多くの人々に感動を与え続けるだろう。平野章、元優太 神宮寺勇太の三人の物語は、まさに友情の美しさと強さを示すものであり、それは決して色あせることはない。彼らの絆は、まるで永遠のように、これからも続いていく。彼らの友情は、私たちにとっても大きな励みとなり、希望を与えてくれる。彼らの物語を追い続けるファンにとって、平野章、岩優太、神宮寺勇太の友情は特別なものだ。 それは単なるアイドルの友情を超えたものであり、まるで兄弟のような深い絆がそこにある。この絆は、時間を超えて続くものであり、どのような困難にも負けない強さを持っている。スカイダイビングのエピソードを通じて、彼らの友情の深さがさらに明らかになった。騎士が恐怖を感じているとき、ショーと神宮寺は彼を支え、励まし、最終的には一緒にその挑戦を乗り越えた。 このようなエピソードは彼らの絆がどれほど強いかを示している。また、彼らの日常の中にも友情の美しい瞬間が溢れている。例えば、神宮寺が公開した空を飛んでいる写真や、プライベートな時間でもお互いを支え合う姿は、彼らの絆が本物であることを証明している。彼らはお互いを心から尊重し、信頼している。それが、彼らの友情がこれほどまでに強く、 深いものである理由だ。彼らの友情はファンにとっても大きなインスピレーションとなっている。彼らの絆を見ることで多くの人々が希望や勇気を感じることができる。彼らの友情はまるで光のように周りの人々を照らし暖かさをもたらす。章、騎士、神宮寺の三人はこれからもずっと一緒に歩んでいくだろう。彼らの友情は時間を超えて続き、 未来に向かっても変わることはない。彼らの絆は、まるでダイヤモンドのように固く、輝きを放ち続ける。彼らの物語は、ただの偶然の出会いから始まったものではなく、長い年月をかけて築かれたものである。彼らはお互いを知り、理解し、尊重し合うことで、この強い絆を築き上げてきた。その過程は決して簡単なものではなかったが、彼らはその全てを乗り越えてきた。 また、彼らの友情は特別なものだけでなく、日常の中でもその輝きを放っている。例えば、彼らが一緒に過ごす時間や何か新しいことに挑戦するとき、彼らの間にはいつも笑いが絶えない。彼らはお互いの存在を心から楽しみ、尊重している。これは、彼らの友情が本物であることを示している。さらに、彼らの友情はファンにとっても大きな励みとなっている。 彼らの絆を見ることで多くの人々が希望や勇気を感じることができる。彼らの友情はまるで光のように周りの人々を照らし温かさをもたらす。小、騎士、神宮寺の三人はこれからもずっと一緒に歩んでいくだろう。彼らの友情は時間を超えて続き未来に向かっても変わることはない。彼らの絆はまるでダイヤモンドのように固く輝きを放ち続ける。 彼らの物語は友情の美しさと強さを示すものであり、それは決して色あせることはない。彼らの絆はまるで永遠のようにこれからも続いていく。彼らの友情は私たちにとっても大きな励みとなり希望を与えてくれる。平野翔、岩雄太、神宮寺裕太の三人の物語はまさに友情の美しさと強さを示すものであり、それは決して色あせることはない。 彼らの絆はまるで永遠のようにこれからも続いていく。彼らの友情は私たちにとっても大きな励みとなり希望を与えてくれる。